いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら9ミリベニヤに穴を開けて、そしてね、皿切りをしていきたいと思います。はい、いろいろね、ありますけれども、なぜね、今回、穴を開けるかと、ね、前回ベニヤを切った時の動画で、こちら今図面ありますけれども、現場でね、穴を開けて、こちらフレーキビスですね。まあ、印は現場でつけて、そしてね、これでね、揉んでいこうかなと思ったんですが、このね、ベニヤを貼った上に、このようなね、3枚、ミラーをね、貼っていくんですが、ミラー屋さんが、鏡屋さんが、そのね、私がこれを貼った後に、待機するというような状況に、なりそうなので、それではね、事前にね、穴を開けておいた方が、スムーズに現場が進むかなということで、穴を開けて、そして、こちらね、フレーキビスだったんですが、普通のコーススレッドにしていこうかなと。ということはね、あらかじめね、こちら、皿切りを使った方がいいのかなということで、こんな感じになります。まずね、スタイロフォーム、こちら、壁に貼って、そしてこのベニヤをね、貼っていくんですが、まずね、こちらフレーキのビスでいくと 75mm、こんな感じで、ここね、経点があって、50の多分、65のスタッドだと思うんですけれどもね、こんな感じで入っていくのかなと思いますけれども、ちょっとね、こちらの場合だとギリギリなんでね、こちらのね、65も同じだと思いますけれども、なので、65を使うか75を使うかというとね、75になるんでしょうけども、場合によってはね、65でもいいのかなと、効くのかなというところでは思っております。ということで、こちらね、用意しましたけれども、場合によってはこちらを使うかなということで、こちらのスタイロフォームに関しては一応ね、防音という意味合いで、取り付けることになっております。ではね、まずこちらね、もう魔物のやつ、911.5 と、1821というね、ベニヤに関しては、こちらね、もうすでに穴開けてます。こちらのね、高さ的には、そうですね、303ピッチですね。こちらに関してはスタッドの位置を、確認して、こちらもね、303という形で、炭を出して、こちらは面から約12ミリぐらいのところで穴を開けてます。ギリギリ、5ミリぐらいでもいいのかなとは思ってるんですが、とりあえず、こんな感じで、ビスもね、今これは多分入っていかないかなとは思いますけどもね、こんな感じで中に入っていくような計算にはなってます。ということで、まずね、じゃあ何をやっていくかということなんですが、こちらのベニヤ今2枚あるんですが、この部分ですね、1801、1801ということで、センターからこうね、2つ、293のやつでこう貼っていくということなんで、今ここにね、2枚あります。で、こちらの部分に関しては、こちらのね、280というやつで貼っていこうかなと。で、588はここにね、今立てかけて、後からまた穴を開けていきます。で、最終的にはですね、これ今、こんな感じでね、記載してますけれども、まずスタイロフォーム、これをまず、こんな感じでね、下に半端が入って、上に魔物が入って、貼った上で、こうかな。そして、ベニヤを、まずね、3枚貼ってから、そしてね、両サイドに半端入れて、で、上のね、半端をちょっと貼っていくと。いうような流れにしていきたいなと思います。ということで、まずね、こちらに、穴を開けるために印をしていきたいんですが、まずね、これちょっと蒸しますよね。こういうのね、いたらね、すぐね、掃除機。こんなのね、本当に簡単ですよね。気が散る虫がいたらもう確実に吸っていきましょう。当然ね、今こう小さいハエでしたけども、ハエというかね、虫でしたけども、大きなね、ハエでもすぐにね、
主人機さえあれば吸い取っていけますんで、はい、でまたちょっと戻りまして、こちらのねセットハンマー、ちょっとこのねベニヤ自体がねこうだわついててね、ちょっとね墨出すにしろいろいろねやるにしろちょっと、動くと困るんで、こんな感じでねね、いつもはレールとかも使ってますけど、まあこの際ねちょっと、ね、こちらも大きいやつありますけどもね、まあこのね 1.5 キロって書いてますかね、こちらのセットハンマーでいいかなということで今置いてます。はい、あとねこれ今、丸の子、はいね、このガイド定規、ね、ちょっとねこれでやろうかなと思ったんですが、長いのでね、はい、こちらのねちょっと短いタイプ神話さんのやつを使っていきます。こちらね置いときましょう。はい、本当はね450のやつ欲しいんですが、まあね、そこまで使う頻度もないんで、はいね、そちらはまだよ、ね、まだね用意はしてないんですが、まあ、そのうちね機会があれば用意はしようかなというところで、ね、今回はねこれを使っていきたいと思います。はい、ではまず、はいね、こちら置いといてもいいのかな。はい、ではねまずね、はい、このね部分ギリギリの部分ですね、はい、まあ、ここに経点50があったら、はいね、25、25っていうことになるんで、約ね、はい、10、これがねちょっと15ぐらいになるのかな。はい、今これ12に印つけましょう。こんな感じでね、はい、ではこんな感じでね印つけて、こっち足りない分はねこのドンパチくん使って、はいね、こんな感じでまず印いきます。はい、そしてね303ね606、はい、606この辺ですね。はい、そして900と、まあこれ900ね1821ということなんですけどね、まあ900等でいいでしょう。で、はい、次逆から303ね、これはもう全然適当で構いませんのでね、こういう炭っていうのは、はい、あくまでも、ね、ビスの炭、結局ね現場で穴を開けると、キリコが出る、キリコが出るためには床をね養生する、まあ、当然、ね、養生の手間もあるし、あと掃除ね、最後ね掃除したり掃除機かけたりいろいろあるんで、まあね、その辺の手間暇をちょっとね、まあ、省くために今回ねこうやってね今、はい、穴を開けていこうと、まあ、これでね1時間2時間どれだけね変わるかちょっと分かりませんけれども、まあねお尻にこうが、ね、鏡屋さんがいるというふうになるとやはりねちょっと焦りますんで、ちょっとね事前にこうやっとくといいのかなと。はい、ちょっとねこの辺こう、ね、はいね、ちょっとね寸足らずの場合でもこうやってね延長するアルミがあると、はい、そしてまあここのね部分に関しては、まあ、いいでしょう、ここね別に目検討でこんな感じでも、はいね、はい、ただねこれこのラインはこちら使いますよ。はい、12ミリっていう風に言うことでね、この辺でどうでしょう。はい、はいね、はい、ここでね、はい、ということでね、まあここの間にはね、はい、印というかビスも見ませんので、これねこのまま今ぐるっとひっくり返しちゃいましょう。はい、まあこの上にねミラーが、はい、貼らさるんで ね当然いくら傷ついても汚れても見えてくるわけではないんで、はい、ではね同じようにこれ12ミリちょっと重し乗せましょう、ね、はい、ではねこんな感じでよいしょ行きます。はい、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 ちょっとねこれまずかったですね。はい、まあね
この辺は適当でも全然いいんですが、こういうねものがありますんでね。はい、でいうことで、はい、じゃあねこれ穴開けていくにしても、じゃあまあ何使っていくかっていうことなんですが、はいね、こちらのね短いのでもいいし、ただねどうでしょうか、こちら使いましょうかね。はいね、一気に多分さら切りまでできると思います。そしてね、なぜこれをチョイスしたかというのが今ね分かりますけれども、はいね、一緒にね同じものを作りたいんで、同時に穴開けていきたいですよね。さら切りはできないにしろね、墨出しのこう手間が今ね省けるという部分ではメリット大ありなんで、はい、こうして、そしてねこちらロックかけましょう。はい、はい、OK ですね。でこう置いて同じように、はい、ちょっとねたわんでますけども、よいしょ、はい、ということでやっていきましょう。それでねこれをやっていくと、まあ、まずね何もしないでこれねやっちゃいましょう。どういう感じになるか、はい、ということでねどうでしょうか。はいね、一回これ75のビス、そうですね65でもいいかな、一回ちょっと入れてみましょうか、どんな感じになるか。はい、ちょっと遅いですけどね、まあ当然下地にぶつかってということで、はいね、ちょっと気持ち足りないのかなと思いますが、まあその時にね締め込んでいく感じになるんで、まあまあちょっとねこれもう少し押し込んでちょっとやっていきたいなとは思います。はい、まずね戻しましょう。六角がねあればこれ調整効きますんで、はいね、まずちょっともう少しやってみましょう。いきます。はい、こんな感じでねグッといけば多分面になるぐらいになると思うんでね、まあ、この辺のね、はい、力加減というかこの出入りはここをね六角で、はい、調整していただければいいかなということになります。はいね、ということでこれをねやったことによって当然今下に、まあ、穴が開くということで、はいね、この2枚目に関してはさら切りだけで済むよというふうになります。そしてじゃあねこの今切り子当然出てくるんで、まあね場合によってはもうこうやってねやった方が効率的というかね掃除が後で楽になるのかなと思いますんで、一回ねこれ宮永さんの、はいね、囚人パッド使いながらちょっとねこの列やってみたいと思いますね。これだけでもねまた掃除しなきゃいけないんでね、それだったらもう囚人機使っていこうということになります。はい、ではねいきます。ちょっとねちょっと安定悪いですね、安定悪いけども、あこれね重しの気にしてませんね。はい、いきます。はい、いいですね。はい、最高です。はい、素晴らしい。はい、でこっちも行っちゃいましょう、ついでにね。はいね、ここも行きましょう。はい、でここも行っちゃいましょうかね。はい、ついでにここもギリギリ。はい、ということで一回ね切りましょう。はい、どうでしょうね、もう切ったそばからもう吸い込んでくれるんでね、後で掃除の手間が本当に省けますんでね、
こちらね、宮永さんのパッド、これものすごく優秀なんで、はい、まあいろんなね、種類、エアコンやるときにはね100パイとかその辺ぐらいのやつがあるのかな、80パイか、そちらね使うと便利です。ではもう引き続きいきましょう。はい、集塵機オン。はい、ではね、ということでこの状態でいくと当然皆さんね見たら想像がつくかと思いますが、はいね、これロックを閉じ解除して、はい、こちらね1枚目がこれね出来上がりましたんでね、はいね、この部分というのは、はい、これになりますね、こんな感じで、はいね、端っこの下地もねちゃんと、まあ、ギリギリ多分、まあね大丈夫かなということで、はい、これね303ということで、はい、下地がね経典に全部ビスが到達するという計算になってます。はいね、ということでこれね穴開きましたんでね、はい、まあもう墨出す必要ないですよね、さっきみたいに ねこんなことする必要ないんで、まあ、2枚同じものがある場合はこうやってね重ねてやると便利かなということでね、はい、じゃあね同じように、まあ、主人機今度ねなしで行ってみましょうね、こうやってね、これもうこんな感じでね、嫌ですよねこういうね切り子ね、後でまた床掃除しなきゃいけないっていうことを考えるとどうでしょう、やっぱりねもう吸いながらやるのが一番賢いやり方かなと思います。はい、ではね行きましょう。はい、いいですね、はい、最高です。ね、何も考えないでただ、ね、インパクト持って穴開けるだけですからね、はい、でこれねひっくり返しましょう、よいしょ、はい、また重しを乗せて、はい、ね、ちょっとスピードアップしてやっていきましょう。はい、はい、ということで、はい、ね、こちら同じものあっという間にできましたということになりますね。どうでしょうね、掃除もね同時にやってるから、もう本当にこの切り子後でねこんな感じでね吐いたりだとかねあれしたりだとかやって下を掃除するとかそういうこと一切ありませんのでね、穴を開けるときにはねこちら宮永さんのね囚人パッドを使うと最高にいいかなと思います。はいね、ということでねこんな感じで今同じものね2枚できまして、はい、引き続きねこちら、はいね、588と、こちらのね280の方も、やっていきたいと思います。はいね、もうこれはね動画は今回もしませんので当然、はい、ということでこちら貼った後にねミラーが3枚ね貼らさって、はいね、いいものになるのかなと思います。はい、ということで以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。